歌の力でがん患者を支援され、昨年の大集会で総合司会を務めていただき、現在神奈川県知事の黒岩祐治さんの弟さんで黒岩真嗣さんです。それでは延々さん、黒岩真嗣さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。昨年度、私の兄、黒岩祐治が、ここの司会ということでお世話になりまして、今なんと神奈川県知事になってしまいました。神奈川県知事の、弟になりました、黒岩真嗣でございます。どうぞよろしくお願いします。実はですね、私どもは、3年ほど前から歌によるがん患者の方の支援をずっとしておりましてですね、全国で、まあ、3年間で50カ所ぐらいは行ったかと思いますけれども、そこでいろんな歌を歌わさせていただいております。歌ってのはすごい不思議な力を持っておりましてですね、あ、聞いてよかったよと、元気になってよかったと、あの、生きる望みができたというお声をいっぱいいただきましてですね、今日はその歌をぜひ聴いていただきたいと思って岐阜県からやってまいりました。これが私どもの CD でございまして、この歌を聴いてですね、よかったと思っていただいた方はこの CD をお買い上げいただきたいと思っております。お買いの際で結構でございます。1500円でございます。1500円のうち実は500円を対がん協会の方に寄付させていただいておりまして、実はですね、1年間で1000枚以上売れた、実は幻の名盤と言われておりアルバムでございますので、ぜひお帰りの際にはお聞き願いたいと思っております。それではですね、皆様お待たせいたしました。アジアが誇る歌姫、永遠の歌をお聞きくださいませ。それでは1曲目、アメージング・グレスです。どうぞ。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。中国から参りました、延延と言います。本日第7回がん患者大集会に参加させていただきまして、
誠にありがとうございます。短い時間でございますが、皆様の心が癒されることを祈って、ここで精一杯頑張って歌いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは聴いてください。カリフォルニアムーン。
中国にあります。国が違いますけど、きっと皆様と同じふるさとに対する愛しい気持ちは同じだと思います。次の曲はふるさとを思う曲です。皆様もぜひ自分のふるさとを思いながらこの歌を聴いてください。ふるさと愛ということは中国語で故乡愛と言います。聴いてください。故乡愛。
もありがとうございます。皆さん、少し永遠の歌で心が癒されましたでしょうか。ありがとうございます。本当に本当に永遠も一生懸命気持ちを込めて、こうやって皆さんを、これからずっと皆さんを支援をしていきたいと思います。本当に今日は皆さんと会いまして、本当に本当に心から感謝しております。最後の曲になりますが、これも、本当にこういう活動はずっとずっと続けていきたいという気持ちで、永遠の使命だと思って、永遠の運命だと思って、この歌を送りたいと思います。聴いてください。デスタニー、運命。巡り合い
どうもありがとうございました。永遠でした。永遠さんありがとうございました。とても素晴らしい歌声を、なぜか何かこのガンガンザの気持ちを一つにさせてくれるような歌声でしたね。今回永遠さんの歌の CD を歌の CD ディスティニーを受付付近で販売しておりますので、お帰りの際どうぞお求めくださいませ。それではまもなく第2部パネルディスカッションがスタートいたします。しばらくお待ちくださいませ。